おはようございます。おはようございます。貢献代表二宮です。おいっす。今日は、はい、ちょっと最近 CT とか、うん、まあ、株系が多かったんですけど、はい、まあ、新しくね Z900RS の、はい、まあ、ちょっとしたアクセサリーを、はい、発売開始しましたので、はい、そちらの方をカンペ見ながら、はい、今日は説明していきたいなと。まだなんか全然知られてないというかね、はいはい、まあ、知名度もないですし、です、まあ、これを機に、はいはい、お見知りおき、はいはい、いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、発売自体は、はい、まあ、貢献オンラインの方で、うん、もう Z900RS のページもできてまして、はい、もう発売はしております。はい、でそのちょっとね、まあ、ページ見ながら、はいはい、順に行きたいと思うんですけど、はい、一つ目がボディスライダー、ハイブリッドボディスライダーってなってるんですけど、はいはい、ちょっと今別の商品と、まあ、取り付け箇所が一緒で、あ、なるほど、今本当はここに、はい、まあ、ボディスライダーがつくんですよね、はい、ボディスライダー、あ、まあこれ取れるかな、あ、はいはい、はい、まあ、こんな感じ、一応紫はね、はい、アラオダになっちゃうんですけど、はいはい、まあ、こんな形でアルミとジュラコンの、はい、まあ、ハイブリッドっていう形で、はいはい、取り付くパーツがここにこう、まあ、皆さん知ってるよね、ボディスライダーね、まあ、そうですね、はい、まあ、左右、はいはい、出ます。で、はい、それが税込みで5170円、はい、となっております、うん、はい、この辺に写真載っけてくれるんでしょう、はいはいはい、大丈夫です、はい、ので、まあ、ちょっと今ね実写にはついてないんですけど、はいはい、まあ、ちょっと写真の方見ていただければと。で、まあ、定番じゃ定番なんで、はい、まあ、皆さん分かると思います、うん、はい、まあ、転んだ時にね、はいはい、車体をガードしたりっていう、はい、立ちこけぐらいなら、まあ、そうですね、まあね、うん、でっかいクラッシュはちょっとあれかもしれないですけど、多分それどころじゃない、それどころじゃない、やべ消しちゃったちょっとそれどころじゃないですけどね、はい、じゃあそういったパーツ、ジュラコンだけ変えられるっていうのが多分一番、そう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 、もし何か傷ついても、うん、まあ、ジュラコンだけ変えられますよっていうアイテムになります。はい、はい、続いて反対側になっちゃうね、はい、サイドスタンドプレート、あ、はいはい、これは底面を広くして、はい、まあ、安定したちょっとサイドスタンドをね、はい、土とかさ、ぬかるみとか、ぬかるみとか、はい、まあ、本当のドロドロは無理だろうけどまあ今夏も暑いんで結構アスファルトがねにめり込んでいくとかっていうのも聞くんで、あれ本当にあるんですか、ね、いや本当にあるみたい。だから用品店屋さんでイベントやらせてもらうと、はい、まあ、夏はもう本当そのこれじゃないですけど、はいはいはい、スタンドプレートじゃないけどこれに見合った木の板を用意してあって、はい、もう それをとにかくスタンドの下に入れて、はい、やっぱり面を広げて面圧を下げる、はいはいはい、なるほど、はい、まあ、それがまあスタンドにもうつけられるよっていう、はいはい、パーツで、こちらが3960円、はい、税込みに、はい、なりますので、はい、まあ、これ一番売れてるかな、はい、はい、よしパーツになりますので、よろしくお願いします。お願いします。続いてはフレームホールキャップ、フレームホールキャップリア、まあ、全部でこれ3つホールあるんですよ、フレームホール、あ、はいはい、で一応まあバラバラセットじゃなくて、はいはい、まあ、バラで売ってます。でまずはこのリア一番大きいホールキャップが左右セットで5830円、はい、ね、はい、これ普通にドレスアップって感じ、まあ、ドレスアップですね、はい、まあ、なんか鉄パイプ切って、はいはい、切りっぱなしのただの穴なんで、はいはい、まあ、そこにちょっとおしゃれ、はいはい、としていかがかなというところですね、はいはい、で次はラジエーターのキャップ、これちょっと年式によって2種類あるんですけど、はいはい、まあ、ラジエーターのキャップにちょっとかぶせて芋ねじで留める、まあ、簡単ですね、取り付けも簡単なんですけど、うん、はい、まあ、こうちょっとアルミの削り出しの
綺麗なアルマイトのパーツにすることによって、はいはい、まあ、ラジエーターかっこよくなるし、うん、かけやすい、まあ、開けることあんまないですけどね。あ、まあ、はい、これが税込み1200円、はい、はい、超お買い得、はい、ね、2200円になっております、はい、で年式によってちょっとキャップの形が2種類あるので、うん、まあ、そこはプルダウンで、はいはい、年式選べるようになってますのでお間違いないように、はい、お願いします、はい、続いてはリアアクスルスライダーね、はい、これもさっきのボディ、ごめんなさい、ちょっと今止めてないんですけど、はいはい、まあ、しっかり止まります、はい、で、まあ、ボディスライダーと同じで、うん、ハイブリッド構造、はい、アルミとジュラコン、はいはい、でアルミのは色が選べて、でジュラコンもホワイトとブラックがあるので、うん、その2種類の組み合わせを選べるようになってます、はい、で、まあ、転んだ時にね、はい、まあ、アクスルシャフトを保護するっていうのと、あとまあ見た目、はいはい、かっこいいでしょっていうパーツになります、はい、こちらは税込み2860円、はいはい、なってますね、はい、続いていろいろあちこち飛ぶの、このごめんなさいねオンラインの掲載順に行っておりますので、はいはい、フロントのマスターリザーバータンクのキャップですね、はいはいはい、のまあプラスチック、純正はプラスチックのね、うん、あのキャップがついてるのを、はい、まあ、アルミの削り出しにすることによって、はい、まあ、ハンドル周りちょっとかっこよくなるぜというパーツになります、はいはい、こちらは2420円、はい、でちょっとかっこよくなりますので、はいはいはい、色も何色かある、はい、ある、見てみようか、商品を見る、色はブラック、ゴールド、オレンジ、はい、多分今紹介しているもの全部ブラック、ゴールド、オレンジから選べて、はいはい、あとボディスライダーとか、はい、先ほどのジュラコンとのハイブリッドのものは、はいはい、ジュラコンがホワイトとブラックと、はいはい、選べるようになっています、はいはい、で次リア、はい、ブレーキのマスターリザーバータンク、はいはいはい、リアも出てます、はい、まあ、ちっちゃくて可愛いやつね、はいはいはい、こちらも、2200円、税込み、はい、まあ、フロントとセットでね変えてもらえれば、うん、まあ、ブレーキが全部統一できると思いますので、はい、まあ、どっちかと言わずできればセットで、はいはい、おしゃれをしていただければと思います、はい、次フレームホールキャップフロント、はい、これ一番ちっちゃい、はいはいはい、まあ、これは一番最初にも言ったんですけど、ボディスライダーと、まあ、一緒にはつけれない、ね、蓋しちゃうともうつけれないので、まあ、どっちかどっち選ぶみたいな商品になりますけど、まあ基本的にね、まあ、3箇所入れてもらうのが一番いいと思いますけど、はい、まあほらボディスライダーつけたらつかないって方なんで、まあ、全部セットにしちゃうと、あ、はいはいはい、ちょっとボディスライダーの方余っちゃうんで、うんうん、とりあえずまあバラバラで売ってます、はい、でこのフロントを、まあ、左右セットで5280円、はい、ね、で次にセンター、まあ、こうですね、真ん中の、はいはい、キャップになります、はい、はい、でまあ、この2つはやっぱりセットでいきたいよね、まあ、そうですね、はい、で前はスライダー入れるか、まあ、キャップにするか、はいはい、で統一していただくと、まあ、こんな感じで、はい、バイクのねサイドから見た、はいはい、要所要所に、うん、アルマイトが光ってかっこいいんじゃないかなと思います。でセンターは5610円、はい、左右2個セットになります、はいはい、で次がアクスルスライダーのフロントですね、はいはい、これはまあリアと一緒、はい、でアクスルを守るっていうあれではないんですけど、はい、まあ、リア、ね、入れたらやっぱ前後揃えたいのね、うん、バランス的にバランス的にね、はい、基本的に前後セットで、はいはい、揃えていただいたらかっこよくなるんではないかという商品でございます、はい、一応まあエバテックとしては Z900 以上になるんですけど、もともとこの車両が発売された時に、まあ、ブレンボー用のね
リアの、まあ、これちょっとついてないんですけど、はいはいはい、キャリパーサポートとか、はい、まあ、その辺も、ページには載ってますので、はいはい、でもちろんあとはね、キャリパー変えたりとか、はいはい、まあ、ブレンボもちろんつきますし、はい、ラジャルマスターシリンダーとか、はい、あと後継のメカニカルクラッチホルダーももちろんつきます、はい、まあ、今日はちょっとエバテックのね、まあ、新しく発売した商品だけの紹介となりますけども、まあ、ページの方には、ね、いろいろそのまあかつて先にリリースしてたものも載ってますので、はい、ちょっと紹介していって広めていこうかなと思っておりますので、株以外のね、まあ、Z900RS の方も、はいはい、合わせてよろしくお願いします。お願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。